ちょっとさ、世間がざわついてたりしないと分からなかった。いいよ、感じで空気感作りながら、もう一回ダウンしたかと思ったら、もうダウンしたって。で、こっちが最初。ゾンビ、あー、ゾンビ、ゾンビ、人造もいいし、そうっすね。対立したユータ君はもう、ね、あの須崎のユータ君はもちろんなんですけど、まあ、ラオウちょっとあれですね、やっぱ注目ですよね。並んだ時でかすぎて圧倒的ラオウ、圧倒的ラオウ、本当に。でもその役柄とかその彼の生い立ちっていうんですかとかもすごい深いし、そんなに数多く登場シーンがあるわけじゃないんですけど、それあれだけですごい十分なぐらいの存在感と、あと彼も初めて、もともと格闘家ですし初めてのお芝居だったんですけど、でもそれでもなんかセリフの出す音程とかあと表情とかすげえいい顔したりとかするんですよね。いい声して、あのいいセリフ出ししたりとか、それはちょっと僕は刺さってましたし、アクションとかもラッシュで見たんですけど、本当に強い人 あの打ち込み方してたんで、ちょっとこれは楽しみですね、これからの反響というか。まさにのバラションのことを言うのなんですけど、ジン君ですね。なんか風神というかジン君。いや前作で、まあ、これそれこそ今取材でもさっき言ってたんですけど、ハイロー・ザ・バスっていうちょっとバラエティというかで、ハイ・アンド・ロー・ザ・ゲームみたいなのレクリエーションやったりとかで、その中の、まあ、MC がジン君だったんですよ。でそれこそ2人もいて、登場した瞬間にまず轟きのモノマネをされてて、なんかメガネかけてで、こう前髪こう上げて、アイスなんかいらねえって言ってくれたんですけど、僕本当この距離にいたんですけど、轟きとは絶対思えない、なんかもうアイスなんかいらない、なんかすごい、もうそうしてて、で、ジンク全然、あの僕その時初めましてだったんですけど、ジンク全然かなんか目見てくれないですねって言って言ってた思い出があって、今作対立するし、むしろ打倒轟洋介って言って台本見て、これジン君が言うんだと思ったら、なんかすごい巡り合わせだなと思って、こんな因果関係というかあるんだなというか、だからむしろ風神は打倒轟だから、むしろ轟のその技とかいろいろ研究してると思うんですよ、どう倒せるかとか。それもジン君じゃんみたいな、そのなんかモノマネしてた時も絶対その轟のこと見てた だろうし、何年前から役作りしてんのぐらいの。面白かったですね、まさか風神がジン君と。はい、で会いたりした時は全然、まあ、全くそれ感じなかったですし、圧倒的な存在感もありましたし、なんかバラショーっていうのはこういう高校なんだなっていうのも、ジン君含めその3人で、3人だけなのにちゃんとそれが見えたというか伝わったし、ビシビシ感じたので、やってて楽しかったですね。ジン君そのさ、まだ情報解禁してない時さ、急にここ沿ってさ、あのライブ出てたからさ、ちょっとさ世間がざわついてたりしてた。ジン君大丈夫みたいな。あの時もめっちゃ怖かった。ジン君何も言えないけどさ、前インスタだったもん。なんかインスタライブとかもやってなかった。なんかそんなやつ。なんでやるの男のせい。あえてなんで配信するのって。まあいろいろそれあるからさ、お仕事の兼ね合いだと思うんだけど。すごい。面白いなと思って、ジン君大好きで、もう本当に。はい、そうですね。はい、そうですね。で言うと、五木ひむろは、うん、なんかすごい新鮮だなっていうことで、今なんかイメージ的になんかその悪いキャラクターを演じるっていうイメージが、まあ、個人的にはなかったので、まあ、今回は結構卑怯な役をやったので、意外とハマってたなって自分は思いましたね。また新たな一
の一面を見るんだなっていう作品でしたね。はい、今回藤尾と対話もしてるので、そうですね、アクションも初めてだと思う。そうね、はい、実機はわかるよ、それからない先生にお母さんって言っちゃったちょっと近いどうだった実機、まあまあ、どっちも怪我しちゃいけないからさ、まあ、そういう意味では気遣いながらだけど、まあ、向こうもね、年上だし気遣うだろうから、あ、こっちが年上だから気遣うだろうから、まあ、まあ、全然もう大丈夫よ。それこそ、俺も格闘家だったし、もうガーンって思いっきり来てくれた方が多分やりやすいからさ、もう全然、だんだんいいよみたいな感じで空気感作りながら、じゃあ、行けましたか。うん、アクションいい感じだったことで当店って言うとやっぱり文字おりますけど、今回参戦ということで台本開いたらまさか の前回のアイアンとザワースの時はバイクで転倒して事故して入院してたという衝撃的な事実が明らかになりまさかの、そうですね、もともといたっていう、なんかスキンヘッドから上がって2年生で新しく幹部ですだと思ったら、まさかの転倒して入院してたっていう設定だったんで、あ、これはまずいねっていうことで、本線みんなで、いや、文字を借りてきたんで、ご状態にするわけにはいかんって言って、本線がみんな団結して話し合いでいや、俺こういう肩に手かけて芝居しようと思ってるんだよねとかって言って、めちゃめちゃ文字のことを考えてました、初日からはい、僕のセリフで、まあ、やっぱ次の方針を背負うやつはちげえなみたいなセリフがあるんですけど、それは本人にもかけつつ、サバ会にもハッパかけつつみたいなセリフで、まあ、さらっとやってはいるんですけど、その方針 その今後 の未来を匂わせるようなセリフでもあるので、まあ、なんかそういう意味も含めて、その方針 のファンの方たちは文字をひいきして見ていただけたらなと。でも今回2人前はボロボロになるシーンもやっぱりあるんで、ボロボロにはなってみたいなと思ってなかなかその、うん、めちゃめちゃボロボロみたいなのがあって、でそのボロボロだけどまだ立つかっていう目で見られたい主人公補正じゃないですか無敵補正がかかった状態になってみたいもう一回ダウンしたかと思ったらまだまだってでこっちに最初っていう目で見られたいです